漁船の周りを何度も旋回する大きなサメの行動は、明らかに通常の捕食行動の範囲を逸脱していたため、漁師たちの心配と関心を引き起こした。サメの異常な行動を敏感に察知していた彼らは、海の主がこのような異常な行動を取るきっかけは、予期せぬ事態に遭遇したのではないかと推測せずにはいられなかった。当時のメキシコ湾流漁業は最盛期を迎えており、漁師たちは客を満足させ、魚を取るために懸命に働いていた。男たちはいつも通りで魚を釣り上げたが、その後に起こったことは決して忘れることのできないものだった。突然、漁師の一人が立ち止まり、一歩後ずさりしてしまい、海の中に何かがいるようで、彼はとても怖くなり、ボートから落ちそうになった。よく見るとそれはサメだったが、ただのサメではなく、おそらく彼がこれまでに見たこともないような大きなサメだった。恐ろしかったのは、このサメがボートに向かってゆっくりと、攻撃するように近づいてきた。ショックから立ち直った漁師は巨大な生き物をよく見て、奇妙なことに気づき、サメの動きは非常にゆっくりで、体の上に不自然に大きな膨らみがあったのだ。男性がサメを見たのはこれが初めてではなく、その膨らみが普通ではないことにすぐに気づいた。サメがボートの周りを回り続けるので、人々は怯えずにはいられなかったが、どう行動すればいいのか誰もわからなかった。一方ではサメに何か問題があると感じ、他方ではとても恐ろしく見えたので、漁師たちは一刻も早くその場を去りたいと思い、結局、彼らは獣医を呼ぶのが一番だと考えた。幸運なことに、彼らはサメに詳しい医者を知っています。先生によるとこのサメはおそらく妊娠しており、浜辺の近くで出産するだろうと推測した。獣医は疑いを確かめるため、漁師たちに膨らみの場所を正確に説明するよう求めた。しかし、この作業は言うは安く行うは難しい。サメは移動していたため、診断するのはさらに困難だった。幸いなことに、経験豊富な漁師の一人は正確な位置を突き止め、獣医に報告した。その瞬間、雰囲気が一変し、膨らみが妊娠によるものなら、もっと奥にあるはずだ。しかし、その膨らみは胃のあたりにあって、つまり妊娠以外の何かであるはずだった。サメは明らかに食べてはいけないものを飲み込んでしまい、体内に危険な異物があるかもしれない。水中を獰猛に泳ぐこの動物を助けるために何ができるのか。生き延びたいのであれば、すぐに手術が必要かもしれないと獣医は明言した。無駄にしている時間はないから、この巨体を陸に上げて一刻も早く治療しなければならない。獣医はすぐにサメの救助を専門とする団体に連絡し、救助チームと共に海へ向かった。この間、漁師たちはサメを見失わないように細心の注意を払わなければならない。しかし、言うは安く行うは難しい。漁師はサメに興味を持たせ続けなければならない。しかし同時に、自分たちを危険にさらさないよう、興味を持たせすぎてはいけない。サメに襲われたらどうしよう。動物を助けるために命を危険にさらす価値が本当にあるのだろうか。ほとんどの漁師はどうするべきかと悩んだ時、一人の勇敢な男が群を抜いて先頭に立った。彼らは魚を小さく切って水中に投げ入れ、サメをそのように近づかせようとした。獣医とサメ保護団体を乗せた大きなボートが到着すると、彼らは状況を引き継ぎ、サメを救助ボートの横にある大きな台に乗せようとして、経験豊富な人々にとってもこの作業は容易ではなかった。救助隊員たちは太い漁網を使ってサメを台に引き上げようと、サメに危害を加えないように細心の注意と冷静さが必要だった。鋭い歯に恐怖を感じたが、それでも彼らは冷静さを保ち、計画に従おうとした。結局、チームはサメを一時的に眠らせ、プラットフォームに固定することに成功した。しかし、残りの救助活動も安全ではなく、獣医は深呼吸してからサメの体の上にある大きな膨らみに視線を向けた。彼の疑念は確信に変わり、サメの体内に消化できないものがあり、すぐに手術をしなければ命に関わる危険があった。1時間後、医師がその物体を見せると、漁師たちは目を疑い、自分たちは魚を取って捌くのが仕事であるにもかかわらず、普段は動物愛好家であると自称しています。動物に不必要な苦痛を与えている真実は袋いっぱいの餌であり、誰かが海に投げ込んだために、このサメが餌と間違えて飲み込んでしまったのだろう。結局、袋は取り除かれ、獣医はすぐにサメの縫合を始めた。同時にサメの動きを追跡し、手術に耐えられるかどうかを確認するため GPS もつけた。その後、サメが再び目を覚ますのを待ち、プラットフォームで回復した後、海に放した。その後数日間、サメは驚くほど短い距離しか移動しなかったが、数ヶ月後に正常に戻り、獣医と漁師たちは手術が成功したことに微笑んだ。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。
よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。